始まりやがった。なんか俺っぽいゲームがあるらしいな、遊びたいから。今日はとしみつさんに遊び大全の中のヒット&ブローを楽しんでいただきたいなと思います。あ、それやったわ。ヒット&ブローね、面白い。なんか脳内パニックっていうあれがあったんですけど、まあこれ頭脳戦、頭脳戦っていうか、まあ頭脳ゲームって感じですかね。まあ遊び方もね、皆さん知らないかもしれないんで見ていただきましょう。はい、こういう、多分だけど馬鹿にしてるよね。これ見て、これがヒット&ブローですから、はい、出るから。何してるの？隠されたピンの色を当てる。右側の箱にピンが隠れてる、ほら、そう、ここ、うん、茶色のヒット瓶は色の場所も当たり、うん、2個色の場所も当たってる。色だけが当たってるって証拠なんだ。じゃあ今色は全部正解で場所が2つ違うってことね。そういうか。バカ、まだバカ、まだこれでどうだ。前のね、やつとか見て学んでいくわけですよ。何か変わったの？じゃあこれならどうだ、はい。最初さ、1個もさ、場所を正解してないじゃん。ああ、だから、青は絶対上の2つじゃないし、ああ赤は下の2つじゃないわけです。あ、ほんとだ、赤が2個目からずっと同じ位置だ。そうってことは、みたいな感じだよね。で、最後のやつ当てるんだ。これ全部見て、おかしいな、なんか、これも違う、これも違うってやっていくと、やらせてよ、正解が分かるんです。赤は動かしたくないから、このままにして。そう、赤はここだろうなと思ったら、もう赤はあそこに置いとく。青は下の2つのどっちかだから、それも確定だな。こっちかな。で、さっきと変えたいから紫と白を入れ替えて、うん、そう、3列目で色は全部確定してる。はい、分かりました。ああ、よかったです。白ピンは色だけがあるんだよね。オレンジピンは色も場所もある。もう一回、これがヒット&ブロー、ヒット&ブローでございますね。で、先手が、まあ、どっちか、その8ターンしかなくて、うん、1,2,3,4,5,6,7,8 と、うん、で、当て切れる、まあ当て切れるんですけど、うん、で、どっちが当てた方の勝ちってことね。なるほど。一旦同じ色がなしにしましょう。同じ色が入ってくると余計難しい。赤が2つ入ってる、あ、それはむずいんで、ややこしいってことね。そう、なしでいきましょう。はい。1P どっちだ？多分俺。はい、まだ あそこ分かりません。増えた。先手、僕です。あ、そうですね。いいですか。最初もうランダムなんで、これ最初運です。はい、黄色、これで都市率は勝つっていう可能性もあるからね。そうね、当てたら勝つよね。実際分かんないですよ、これは。まあ、白も入ってるでしょ。で、まあ、まあ、そうだな、同系色。あ、ピンク。はい、はい、運ゲーです。で、色が2個あって、ツーブロー。はいはい、だから2色は間違ってます。まあ、で、まだ何色が合ってるか分かんない。そう、で、場所は全部絶対違うから、場所はとりあえず変えた方がいいと。じゃ僕はピンク、黄色、合ってる要素にしてみましょうかね。はい。で、青と、まあ、緑入れるかな。もうこれ運ゲーです、ほんとに。そう、ここまではね。あら、あら、勝てえじゃねえかよ。ってことはまだ分からんね、全然。っていうことは、もう当てれんの8ターン。ねえ、5までに絶対当たるっていう噂。じゃあ 5までに当てれんかったら君たち2人バカってことね。まあもっとやりようがあったってことね。そうね、バカって言わ、バカって呼ばないでよ。さあ、どの色が合ってると予想するのか。ここだろう。いやー、でもそれだと、え、あ、びっくりした。あ、おー、すごい、スリーヒット。え、まず1個やん。結構これヒントもらったんじゃないか。うまっ、これやばい、鉄やば。え、おこぼれやん、お前。いや、そういうもんよ、それは。当てきれないと。ちょっと待ってよ、プレッシャーかけるな、これも楽しみにして。と出ない、これ。いや、黄色、白、赤のどれかは絶対違うんだよな。黄色なんで、最初に黄色、白、赤が入ってて、はい、2つしかついてないじゃん、うん、なのに今、
から青は確定、まあ、青はあるね。でもここは青でしょ。仮にこうで、待てよ、一回さっきのやつと同じやつ入れてみて何が違うか。え、でもわかんねえな。え、わかんねえこれ。これ厳しない？何をそんなやんの？何色が合ってるのかな。パッとおしゃれですよ。不安をしてんのかな。黄色は合ってるのか、赤白変えりゃもう一回使わなきゃいけない。黄色白、うん、どれが違うか。次の年道で当てれるのかな。ちょっとこれは運ゲー入ってきますわね。しかもしゃべりながらって余計難しいな。ピチャーさんね、頭使うとしゃべれんかっちゃうもんね。そうなんですよ。嘘、ゲーム実況得意やん。覚えたもんね。嘘あんなもう何も、ゲーム実況の鬼じゃないんですよ。何も考えていいゲームしかやってないんだから。てつや、てつや意外とそのなんていうの、瞬間的に頭使うようなゲーム実況したいね、実は。あー、そうよ。バカってこと？あーお前顔めちゃくちゃ緑だったぜ、今これ、発信して消えてんじゃない、カビが生えてるみたいになっちゃった。ちょっと、ほんと待ってよ。ちょっと本当にわからなくなるんだ。早くしてくれよなあ。うるせえなこいつ。あー腹立つわ。最初が赤だ。あの穴が俺の顔できちゃうよ。まだ黄色うるせえ。うるせえ本当に。黄色ピンクが違うって予想しましょう。黄色ピンクが違う。ほうほう。ここが緑で、だと赤。やっちゃう。やっちゃう。やっちゃう。あお。やっちゃう。まああるな。ある。えい。よっしゃー。来たー。おおすごい。よしよしよし。なんでよ。で腰をした。今はでもだいぶ運にも助けられた。いや運やん。運とあと致死率が3ターン目でね、あまりにも出てたんで。やっちゃった。ちょっとじゃあ、あの一回勝ち誇ってるね、見てもらって。勝ち誇ってないんだよ。なんかあまりにも出しすぎると相手が有利っていうのもあるからね。あちょっとずつ変えていくって手もある。じゃあ本当はもっと数手先を読むゲームなのかな。じゃあ次俺が先行きますよ。はい。じゃあその時ある全力を尽くすしかないんじゃないかって。今回も同色なしです。はい、色は被らない。これこういうゲームあるの実際に。まああるんじゃない。どういう経緯だよ。あるこれあるのかな、わかんない。なんかあるよ、ね、数字でやったりする。ああ、数字でね。1、2、4、3って言ってさ適当。はいはい。あ、3色同じ。そんなもん私もいっちゃうわ。何色が当たってると予想しますか。え、あ、間違えた。でね、ここが白だね。なるほど。で、ここは黄色。あ、で赤色があると思うわ。はあ、ここで抜けるのはピンクやな。ピンクが抜ける。緑が抜けてるからピンク、ピンクを入れる。これそれも全然あるからね。いきます。はい。おっ、当たってちゃうんだよね。俺当てちゃう。当てちゃうさ。当てちゃう。まあ、かといってわかんねえんだけどな。まあね、うん、かといってなんですよ。ゆきとの顔めっちゃ当たったとか。えみーみーあ、これ自分で作ったの。リキさん自分で作ったの。これえ自分で作ったの。このミー。あ、僕です。自分で作った。自分で作りました。自分で作りました。緑は入るんだな。え、たぶん、たぶんね、わからんで何が合ってんだろう。ピンク予想でいこう。お、ピンク相当。間違えた間違えた間違えた。あ、じゃあピンク、ここじゃない、ここじゃない。黄色、ここに、ほう。あれさっき俺何色抜けたって言ったっけ。だって2個合ってんだよ。あ、そう、2個合ってるからもう1個合わせなきゃいけない。うわー、こっちが黄色か。こっちが黄色でここに赤。うん。だと最初とも合ってるし2個目とも合ってるっていうことしかヒントがないので、はい、ん ?2 個目と合ってねえな、色変えなきゃ。そう、緑入れて、ん、え、テセ君がパリッとなパターン今日。あれちょっと待って、これで揃わないからな。2色しか合ってないのに3色同じにしてたら意味がないので、これも違うパターンあり得る。あ、違う、でも最初の中の1個入るのか。うん、
はなんじゃ、ここ黄色にしてみて、ここ白、黄色に変わるよ。あ、うん、で、ピンク、ピンク、上がピンク、うん、あ、違う違う、上がピンク、なんじ、違う、何もえ、あ、え、あ、え、あ、え何を言っとるだ、私はくしゃくしゃなっとるから、や白2個だって、だから分かっとるって、それはやろうとしろよ。あれ、ちょちょちょ、何やっとる、マジで、おい、ちょっと待って、じゃあ、何、いや、むずいな、だから、ここに緑にして、で、ここが緑2個、緑2個や、だから今、変えるって言っとるやん、バカが言い過ぎの人バカがって言うなって、あうっせぇ、ここが赤、あー、それならいいや、で、これだったら2個あ、あ、熱あったな、これならいいじゃん、だ最初の中の3色がちゃんと入ってるでしょ、白、緑、ピンクで、黄色が違う予想ですかね、で、黄色とそうね、黄色が赤になってるってこと、うん、待って、俺違うわ、絶対違ってるじゃん、これ間違ってるわ、&ブローするんじゃん。ありそう、大間違いだぜ、これ。おい、白、ピン、赤でもない、赤、赤違う、ちょっと待って、一回ちょっと整理しますよ、だってそうやってさ、最初の3色あったのって言ってるじゃん、だからピンク、緑、黄色にしてみて、で、白が赤と、で、ここと白が青でしょ、もう一個合わなきゃいけないから、ここが黄色だと、今2個が黄色か、だー、もうそれ、作戦ばっかりやってるよ、これだ、はい、これでいきます。えい、違うね、ツーブロー、うん、ってことは、まあピンクか黄色は合ってるんだ、まあそうね、俺黄色が合ってると思うわ、おい、黄色が合ってると思う、うん、で色もだから3色合ってる、1個目と同じだ、1個目も3個目も3色合ってる、はいはい、ここにここにピンクは合ってると思うんだよね、ここに白、あ、違う、ピンク、ここにピンクで、うん、でも位置同じだもんね、2個目と、ん、何が、あぁ何なんだどれの話をしてるんだ、あ、こう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 で、あ、じゃあ2番目の下2つは合ってたという予想ね、そうそうそう、で、はあ、1番目に青を行きました、うん、で、緑、いや、緑さっき合ってないよ、合ってねえか、黄色か、黄色と緑どっちが違うから、白白白、バカやん、は違うだって、今哲也がパニックでもそれだと 1と合わないよ、だって1番目色が3つ合ってるんでしょ、そうだよ、じゃあ絶対違くない、ほんとだ、ずれてるやん、ピンクピンクピンク、緑か、うん、この辺でしとこうか、でもそうするとさっきがさ、ああさっきは、いや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 、場所1個しか合ってないんだって、だから合ってる、合ってる、いや、こいつがいらん、これ白、まず場所合ってないからダメ、で1個目は合ってる、2個目と合ってないよ、2個目は2か、あ、2個目合ってる、合ってるよで、あ、いや、いける、でもさっき1個しか合ってないんだよ、何さっき1個しか場所合ってないから、黄色と緑一緒なんですよ、ほんとや、どっちか違う、こっち緑にする、え、はこっち緑で、で、なんだしゃみちゃんと、これピンク、あ、これどうだと合ってる可能性はありますね、あ、でも違う、最初に白合ってない、白がバカなのか、みんなやってるこのふざけ、お前年が生えててくしゃくしゃになるバカ白ここじゃないの、この話ね白違います、清水治りたい戦ってさ、もろしかもそれだと最初に色全部合ってることになるからね、はいいよこれで全然違うってば確定で違うというのに対戦してんの、対戦してる、え、でもトシさんそれ最初と全く同じ色じゃないですか、今1と4が、うん、で、2個合ってるってことは、さっきトシニツが変えたここが合ってる、合ってるわ、これをトシニツ教えてくれちゃったってことは、だからこれは白でもピンクでもない上は白じゃないし、ピンクでもないだから、うん、どっちか合ってるんだな、色が、うん、黄色、うん、赤、白、ここ白じゃね、痛い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 、待って、ちょっと待って、あ、違う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 、あ
で白、黄色、うん、2番目は全然違う。前でしょ、前でしょ、黄色が合ってる。緑、緑、じゃあ赤を試しに青を塗ったら青、でも色合ってないからね。白あるか、これ合ってるんじゃない。本当か、わからんよ。いや合ってる気がする。制限時間ないんだ。えい、いやいや、チーズさっきめちゃくちゃ手際にやるもん。じゃあ勢いでやらせてくれ。確定で違うやついくのはね、アホですよ。わかりました、次のゲームに行こう。次のゲーム、え、今日この日だよ。ヒット&ブローの日だよ。もうおもろくないって、ヒット&ブローおもろいやん。見てる人も考えてるから。同色ありとなって見とるやつ、なんか同色ありの方がむずいよ。の方がむずい、ややこしいから。どうもスイッチのここだよ、お前勝っちゃう、お前。じゃあ俺が先にね。お前バカだったら分かんねえから、次のゲーム行きたいんだよ、お前な。どうなんだろう。くそ、あ、意外と引っかかった。俺が先なんだ、はい。ごめんね、決めて。てんちゃんが多いよね。はい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 。あー、もうこれでいいや。じゃあこいつ煽り玉じゃないもん。あー、ひどい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 。で、同色ありやからこういうパターンもあるからね。いやでも、どうってことは緑が確率高いじゃん。まあね、ダブリーも合ってないから上に緑が、はい。で、あと入ってない色たち、まあ黄色、白一番下、真ん中ピンク、はい、こうやってみようか。これ悪くないもんね、これすらも当たる可能性は。はい、え、おー、びっくり。ソースさん、ほら、お前訂正しろ今。いやいやいや、公式のうんじゃん、まあ俺にファックス送れ、謝罪の。ファックス事務所見てる。さあ、どこが違う。でも緑が合ってたってことだもんな、多分最初は。そうだね。だからどれ、白かピンクか黄色のどれかが2色だと思うんだよ。まあ、ほんと運ゲーですけど。でこれ外したら都市伝説に取られるかもな。そうだよ、取っちゃうよ。行ったれ。あ、だだちょっと待って、今のは、今のはマジで運、運が過ぎ。お前さ、もう一回もう一回もう一回、今のはエンターテイメントだよ。ねえ、今のはね、しょうがないんだよ。今はしょうがないんだよ、ほんとに。生姜、生姜は好き。生姜はいらない。あ、いらないんだ。別にいらない。途中に使うよ。はい、今回は同色ありなんだね。あ、見えてよ。バカなんだ。バカでやってます。さあ、宝石の色を、まあまあ、この辺にかぶりありだもんね。かぶりあり、いや、この感じんじゃない。うん、まあ、さらっていきましょう。はい、はい、2色を分かる、分かるはずもない。ちょっとだけお茶かけていい。やこしいよ。ちょっとお茶かけていい。ちょっとお茶かけたいし、来たよ。いや、でもちょっとキモいんで嫌だな。嫌だよね。ちょっとだけ普通に嫌だもん。じゃあこれで外した方でしょ。外した方がちょっとお茶かけられる。あ、うわっ、2個当たってる。うわどれだろうな、まだ分かんない。いや、分からんね。さすがにまだ、まあ、青とピンクだな。なるほど。あ、2色当たってるから、最初で当たってる。で、白は絶対入ってるんだよ。なるほど。ここなんだよ、確率論として。で、白は2色だったの。白いつまいなんて気がする。白2色はまだないね。こういうことか。こういう可能性がある。はい、あるある。いくよ。はい、おお、またこいつに近づいちゃった。いやでも、いやでも分かんねえよこれ。え、ゴールの戦いしてる。じゃあ俺がいつも哲也にあとゴール蹴るだけってパスしちゃう。もったいない。どっちだろう。どっちなんだ、わかんねえな。でも白、でもだとしてもさ、ここがさ、残った色っていう可能性じゃないかもしれないよね。もう一個ピンクとかあるかもしれない。ああ、これ超運ゲーです。運ゲー、運ゲー、運ゲー、青白運ゲー感以外の全部ありえると。いやだから白以外むしろ全部ありえるか。最初が2個しか合ってないだから。これ本ゲーですね。で
でも赤でも赤を着てやるか。バカじゃん。バカじゃん。めちゃくちゃなバカじゃん。赤しちゃいな。でも意外とさ、でも黄色でもない、赤でもない、うん、白でもないと思われるので、青にしてみます。多分。いきます。お前さ、いや怖いぐらい強運なんだけど、ごめん、違う、本当に意味がない。運、ね、だけどここまでやってきた。ちょっと強運すぎるな。こいつがバカなんだよ。やばい、バカなんだよ。あ、でも一応ルールだったんで。カレー。味わいが大きいんだ。いやもうちょっとお茶かけられるよ。今からラジオ収録あんのに、今からちょっとお茶かけられる。緑だらけだよ、こんなグリーンバックの前で。いやちょっとちょっとだよ。いやあ、ちょっとだよ。ちょっとだった。頭皮切り滴らないぐらい。そうね、切り滴らない。被害ほぼゼロ。もう頭皮の中入っても涼しい。カテキンに染み上がっていい気持ちになるだろう。ということでね、ヒット&ブローでした。面白かった。いや、面白くなりそうなところ絶対決めちゃうから。まあまあまあね、今回ちょっと運があまりにも遅れすぎたんですよ。まあそうね、まあ、俺は楽しかったかな。うん、いや、いい感じでした。なるほど、次のトイテニス編でお会いしましょうって言ってライブしてトイテニスはマジでゴミ。いやいや、トイテニス面白いじゃん。トイテニスは本当にゴミ。そんなゴミだね。トイテニスはじゃあ次の動画で、うん、一言も喋らずに深夜3時なんかなってぐらいの感じでトイテニス一言も喋らんで。トイテニス面白いよ、声出るよ絶対。トイテニスだったら、としみつのが幸運が出そうな気がするから、としみつが幸運で次トイテニスに勝てるから、ましょうね、はい、やってみましょうか。はい、はい、ということでトイテニス編でお会いしましょう。バイバイ。